Gravité sommet dans nos vies, dans nos cœurs. Cet amour 一人で生きてる人なんかいない。mélange de douleur. 必ず誰かとつながっている。愛されていない人なんかいない。ただ知らないだけ。人と違うことは素晴らしい。戦わない勝利。それは誰にも真似ができない自分らしさ。比べるものでもない、戦うことでもないんですよね。本当の自分に会うためのレッスンは自分の中にあります。一人でも分からなかったことも、巡り合う人たちが見せてくれる。心のままに、今日という一日もあなたが輝く日へ続きます。クリスタルイズム、100の音を奏でるクリスタルタイム。毎週金曜日10時からの2時間、どこにもない、誰もやらなかった、あれやこれやが満載のハートフルなバラエティ番組です。メインパーソナリティは下町エレガント大使大狼キリン、福狼はワンワンマウムのミッチーナでお送りします。2020年のクリスタルのキーワードはモアスパイシー。福岡に門番ワンワンワンの事務局長のミチーナ&運営女子部隊が手を変え品を変えて皆さんをサポートいたします。2020年のキーワードはもう一つ、オファーされる人になる。そのためには自分を知らなくちゃです。100人100色100回洋覧で参りましょう。降っても晴れても一日の始まりはクリスタルから。2020年4月17日クリスタルイズム、5月末までの特別編成でお届けします。本日のメニューは、前半はチームクリスタルのコンシェルジュさん、メンバーさんたちからの素敵情報お裾分け。今日ご登場いただくのはフォトグラファーみどりさん、デザイナーじゅんこさん、旅するカオリニスト高橋リリーさん、そして身体義塾塾長内田正弘さんです。オオカミキリンのロマンチックドゥ、シンクロメッセージ、そして虹色カフェもお楽しみに。後半は音楽満載でお届けします。世の中知らないことばかり、自分だけが知ってる、もったいない。出した人には必ずもっとたくさん戻ってくるよ。チームクリスタルのコンシェルジュさんからの素敵情報お裾分け。おはようございます。写真家の緑 S 井上です。今日のおしゃべりは、皆さん、スマホの中の写真たちどうしていますか。ごちゃごちゃ山ほど溜まっておりませんでしょうか。という私はスマホ持ちではないんですけれども、 PC のデスクトップやばいことになっておりました。フォトショップの作業ができなくなるぐらい、なんか遅くなるくらいひどいことになっておりましたので、今回ちょっと時間ができたので整理をしながら、私が大好きなのは事務用のプリンターでコピー用紙にプリントをするのが大好きなんです。それをね、うちはトイレの中とか廊下とか壁とか、本当はね貼っちゃいけないってコパさん言うんですけれども、冷蔵庫の上とかにも貼ってます。いいんです、自分の好きなものたち、好きな人たち、家族たち、友人たち、自然、猫ちゃん、ワンちゃん、お花たち、木々、ああ囲まれてると気分が上がります。ワクワクします。飽きたらどんどん変えることもできます。お子さんと一緒に切り貼りして壁にペタペタも楽しいですよ。娘たちがね、小さくて可愛かった頃は私の作品だけでなくって、
彼女たちの作った切り絵や折り紙、描いた絵なんかね、どんどん貼ってました。でもね、剥がせるマステを使ってくださいね。取れなかったよ、どうしてくれるって言われても困っちゃいますから。うちにはプリンターなんてないわよっていう方は、今回は整理をしながら、いらないものは PC などに保存して、スマホの中をすっきりさせる、好きなものは別フォルダーに保存して、このコロナちゃん騒動が収まった暁に近くの写真屋さんでプリントしてみてください。私が好きなのはマットの紙に四角くプリントするもの、ちょっとインスタみたいで可愛いですよ。それ用のね、額も売ってますので、その中に入れてお部屋に飾るのもいいですし、娘なんかはね、麻紐に100均で買ってきたクリップを引っ掛けて、そこに写真をペタ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 いっぱいつら、あ、ペタペタじゃないか、吊るしてます。かなり可愛いです。好きなものに囲まれて、この時を一緒に乗り越えちゃいましょう。このお話はクリスタルの動画、今だからできることにも載っています。そして私のみどりずフォト .com ブログにも書いてあります。ご参考になさってください。 Have a nice weekend. Stay safe. Stay healthy. I love you. おはようございます。デザイナーの石川純子です。家にいる時間長くなってきましたが、有効に使っていますか？普段できないあんなこんなのオフモード、グダグダしてしまったり、テレビを見っぱなしだったり、逆になんだか家族が増えて大忙しなのはなぜと思っている方も、 SNS に目を向ける時間を作ってみてはいかがでしょうか。ちょっと一人の時間になることもできますし、誰かが考えている新しいこと、面白いこと、気分を変えることができると思います。そしてできれば自分から発信するということもすごくいいと思います。投稿するからには少しでも多くの人に読んでもらいたい、目に留まりたいと思いますよね。今日はツイッターの限られた空間の中で、より良い見せ方、書き方のお話をします。まずそのポイントを2つ提案します。ツイッターの画面というのはとても小さくて、文字数も140と限られてしまっています。その中で目に留まるためには、空間を有効に使うことをお勧めします。最初に箇条書きにすることで、一行に文字が埋まりきらず空間ができるのが大切なのです。ぎゅーっと詰まっている文字列よりも、書いてあることがすぐにわかる書き方がいいということです。パッと見て何が書いてあるのか目に入り、記憶される書き方を工夫してみてください。そして2つ目は、結論を先に書くということです。結論を先に書くことで、何の話なのか納得しながら読むことができます。例えば誰かと話をしていて、前置きがたくさんあると、何の話なんだろうと考えているうちに気持ちがそれてしまうことありませんか？文字数に限りがあるツイッターだからこそ、結論を簡潔に書きましょう。せめてこの2つを実行することで、必ず目に留まる確率が上がります。自分が見るときにスライドさせる指を止めてしまうツイートは、どんな形か、どんな見た目かを意識すると、自分のツイートの改良点も見えてくると思います。ぜひそんな見方、発信の仕方でツイッターを楽しんでみてください。そして実際書くときには、優しい言葉を使ってください。難しい言葉や漢字が多いと硬い印象になってしまいます。読みにくいですよね。優しい言葉を使うことで、読む人の記憶に残りやすいツイートになると思います。もし余裕があれば、画像も入れてみるのはいかがですか？
ツイッターに画像や動画を表示させるのにはいくつかの方法がありますが、シンプルにツイート画面の左下、カメラアイコンから写真を選んでみてください。文字だけよりも引きつける力は大きくなります。インパクトのある画像を探して一緒にアップロードしてみてください。また忘れてならないのはハッシュタグです。その時よく使われているハッシュタグに自分のツイートが合っているかどうか、そして自分のツイートや画像から読み取れるイメージもハッシュタグに入れてみましょう。ハッシュタグマークは半角ですよ。忘れないでくださいね。今話題になっている人名や言葉をツイートにさりげなく入れてみるのも見てもらうチャンスを増やすのに役立つと思いますよ。こんなことを工夫しながら日々のこと、ちょっと面白かったこと、なんかつまんなかったこと、何でもいいのでぜひ発信してみてください。クリスタルでは情報を発信するコンシェルジュさんを募集しています。詳細お問い合わせはクリスタルのホームページ81810crystal.com にアクセスしてくださいね。ご参加お待ちしています。ラララン、ラララン、リリーロマンス通り、100通りのエレガントライフがある。笑顔は誰にでもできること。重ねた年月があるから素敵に輝く、そんなあなたを応援します。東京アスリートサポート、馬が好き、旅する香りニストはオルゴナイト作家リリージョイ。皆様にこのような形でリリーロマンス通りをお届けすることとなりました。ほんの少しの間ですが、どうぞご一緒にリリーロマンス通りを散歩してみてはいかがでしょうか。ここは愛と笑顔があふれるリリーロマンス通り。この通りができて1年と4ヶ月。時代も平成から令和に変わり、通りの様子もすっかり様変わり。今年は2020年オリンピックイヤーでした。ですが、オリンピックの開催が決まった2013年、あれから7年間ただひたすらに2020年の東京大会を目指してきたアスリートたちにとっては、そばでアスリートをずっと見守ってきた私としては、うまく当てはまる言葉がないというのが正直な気持ちです。ただ一つ言えることは、条件が変わった今、進むのか、ここで止まるのか、どちらが正解、不正解ということはありません。ただ一つ、選択はその手の中にあるということ。さまざまな条件の下で日々鍛錬しているアスリートたち、どうか頑張る皆さんにそれぞれの舞台で輝ける日が来ることを心の底から願ってやみません。いつの時代も予測がつかないのが未来のこと。そしてこの状況下では不安なことが多すぎます。さまざまな不安、私も感じています。誰もが感じているところですよね。ただそのまま不安という感情だけを味わい続けることは、五感を持った私たちの心と体の健康を考えた時にどうでしょうか。自分の望む姿に近づくために、もっと違った感情も味わっていきませんか。さあ後半は香りを感じるアイテムについてお話ししていきたいと思います。皆さんが香りを感じるアイテムは
と聞かれた時に思い浮かぶものは何ですか？私は旅する香りニストということで、精油エッセンシャルオイルなんじゃないのって思ってくださる方もおいでかな。今日は違うんですよ。今日のリリー一押しアイテムは、美味しいだけが持ち味ではない、心と体を温めて見えない浮遊物からもあなたを優しく守ってくれるお手伝い、紅茶です。昨年末、東京青山で行われたスパイシーレッスン、私は美味しくスパイシーな紅茶をご参加の方々にお披露目させていただきました。寒い中参加してくださった皆様ありがとうございました。楽しい時間の共有ができましたよね。それがきっかけでリリーオーというオリジナルの紅茶のブランドを立ち上げました。オリジナルのブレンドティーや優しい味わいの特選和紅茶をそちらではお届けしています。皆さん、紅茶というとティーバッグでお手軽にっていう方も多いのではないかと思いますが、今はね、お家にいる時間が長いです。簡単なので、ぜひ茶葉で入れた紅茶を味わってみてください。というわけで、おこもりのひとときを香り豊かに、美味しい紅茶の入れ方プチレッスンを行いたいと思います。用意するアイテムはたったの5つ。まず1つ目、ティーポット。どうしてもない場合は急須でも良いかと思います。2つ目、ティーストレーナーというとかっこいいですが、茶こしですね。3つ目、ティーカップ。ぜひお気に入りのものをご用意ください。できましたら内側が白いカップがベストです。紅茶本来の水色も楽しんでいただけるかと思います。4つ目、砂時計。さらさら落ちる砂を眺めながら紅茶の味を想像してみましょう。これも楽しみの一つです。そして忘れてはならない5つ目、紅茶の葉です。美味しい紅茶の入れ方、美味しい紅茶は、お水が結構大事ですね。ミネラルウォーターなどよりも組み立てのお水がいいんですね。なので水道水を使っても良いと思います。組み立ての新鮮なお水を沸かしてください。その間に、ポットやカップは温めておきましょう。お茶を入れて いただくときに、温かいポットでね、温かいカップで用意した方がより美味しさが増していくと思います。さあ、温めておいたポットのお湯を捨ててから、ポットに茶葉を量って入れます。キャンディースプーンに1杯、だいたい 2.5g から、濃いめが好きな方は 3g の茶葉を、180cc の沸騰したお湯をそちらに注ぎます。そしてお湯を注いだら、すぐにポットの蓋は閉めてくださいね。この蒸らしてる間に茶葉が上へ下へとジャンピングしていたら、お湯が適切な温度だということです。細かい茶葉なら2分、大きな茶葉なら3分が目安。ミルクティーの場合はもう少しゆっくり、細かい茶葉なら3分、大きい茶葉は4分が目安です。蒸らした時間が終わったら、ポットの蓋を取り、スプーンでそっと1回混ぜてください。均一に味を整えるためです。そしてみんなのカップが同じ美味しさになるように、均一に紅茶を注いでいってください。美味しい紅茶の出来上がりです。もしミルクティーをする場合は、ミルクを室温に温めておくのがいいと思います。
ぜひお試しくださいね。というわけで、本日のリリーロマンス通りは以上となります。たおやかに、ゆるやかに、愛らしくあれ。願いは世界中が笑顔であふれること。今日も笑顔で参りましょう。あなたの変わりたいをザッとがナビサポート、身体義塾塾長内田です。今必要なことから始めれば、必ず体の声を聞いて感じることができるようになります。呼吸を意識することで見えてくるのは自分のパターン。まずはそこから。はい、というふうに、いつもでしたらばここでですね、いろいろとゲストの方を踏まえたりとか、話をね、こうトークを上げていくとこでございますが、本日、コロナウイルス拡散防止等とございまして、スタジオからの生中継、生放送ですかとはいかず、残念ながら自宅からのお届けということになっております。まあ本当ですね、いろいろとこう生活が一変してしまいましてですね、なかなかね、こう行動変容であるとか自粛であるとか、まあ、いろんなとこが叫べる中で、皆さん本当にいかがお過ごしですか。私の方もですね、やはり学校も今4月は全てクローズと休校となっておりまして、新入生も当然、ね、入学式も当然先延ばしと、一応5月のゴールデンウィーク明けからとはなっておりますが、まあこればかりはですね、先が読めません。なかなか計画性というかね、予定を持って、まあ、なかなかできないところもあったりする中で、まあ、どのように合わせていくか、もうこれも一つの行動変容とも言えるんですけれども、実は今こう喋っているのもですね、一人マイクに向かって喋っていると、これなかなかですね、相手がいないとかっていうのは非常に喋りにくいんですね。実は授業もこれやってる時にですね、学生さんのこう目を見て、空気見て、雰囲気見て、相槌があってっていうのがあるから、実はこの呼吸もうまくできるようになるんですけれども、何もないところでこう一人で喋るっていうのはね、非常に難しい。だからこういうのを淡々とできる方っていうのはやはりすごいんだなと改めてですね、実感させられました。なかなかこの中で喋、るっていうのもですね、本当に、まあ、私一応ですね、呼吸としてというものを生業とさせてもらってるものとしてありながらも、何も誰もが空いていないところに喋り続けるとですね、どうしてもだんだん呼吸がおかしくなってきます。まあそういう時ですよね、まあ簡単に言うと緊張してしまうとか、まあ何かこうパニックになってしまった時に、やれることは一つだけ、間違ってもこの時に深呼吸ですよね、はちょっと待ってくださいなんです。え、何ですか、何かあったらやっぱ深呼吸しましょうって言うじゃないですか。そうなんですよね。ただ深呼吸に関して言うとですね、これ胸いっぱい大きく息を吸い込むというのは、こういう時には基本的にはご法度です。よく胸式呼吸とか腹式呼吸なんて言いますけれども、これ実際ですね、腹式呼吸皆さんやったことありますかね。これね、ただお腹を膨らませばいいっていうものではないんですね。で、お腹を膨らました時にも、実はただお腹を膨らんでても、これ腹式呼吸になってないことが実は非常に多いんです。で、皆さんにこれね、自宅でやっていただきたいチェックの方法があるんですね。本来の正しい腹式呼吸、つまりは横隔膜と
骨盤底筋をうまくリンクさせて行う呼吸です。これパターン2つです。1つは仰向けになっていただきます。仰向けになっていただいて、しかもこれ膝は立てずにできれば足はまっすぐ伸ばしてもらって。で、仰向けになっていただいたらですね、その状態で、まず自分のイメージする腹式呼吸を2、3回やっていただいていいですか？はい、そうです。横になっていただいて。で、その時に、結構ミスが出るのがですね、お腹を突き出すように膨らませる方。これが非常に良くないです。実は腹式呼吸という言葉になってますけれども、実は私の今主催してますね、身体技術というところで教えているザットってなるものがあるんですけども、ここでやる腹式呼吸のイメージは腹式呼吸ではなく、言葉を変えるならば胴体呼吸なんですよね。つまりは胴体を膨らませたいんです。そうすると実は仰向けになっていただいてやっていただくと、お腹が膨らむのではなく、実は脇っ腹だったり腰回りだったり、もうすべてが風船が膨らむように膨らませたいんです。仰向けになってやるとですね、間違った腹式呼吸をやるとお腹膨らむんですけれども、腰が反ったり腰が床から浮いてしまうんですね。なのでちょっとね、分かりにくい方は腰の部分なんかにタオルか何かをちょっと厚みのあるもの、柔らかいものを引いていただいて、で、いわゆる腹式というよりも胴体ですよね、胴体呼吸をしてみてください。ただしこれも腰にタオルとか入れてしまうとですね、そのタオルをこう押し付けようとか変に腰に力が入ってしまうと、これもまたずれてしまいますので、目を軽く閉じていただいて、頭の中のイメージはお腹に中にある風船を膨らませてください。そしてこれもうまくできてくるとですね、鼻から吸った息を、これ難しいね、表現は難しいんですけどね、いわゆる丹田って言われるね、へそ下三寸二なんて表現しますけれども、実は息を吸いながらお尻の肛門ですよね、に向かって押し付けるイメージ。そもそも息っていうのは吸い上げてしまうので、なかなかこれ息を吸い下げるって言われてもね、ピンとこないと思うんです。そこでもちょっと仰向けになってもらって、ちょっとチャレンジしてみてください。仰向けになっていただいて、胴体を膨らますイメージで、必ずこの時には鼻から吸って鼻から吐く。実はうちで推奨しているのも、よく多いのはですね、鼻から吸って口から吐きましょうというものがありますが、うちはもう慣れるまで、つまり本当にこの胴体呼吸ができるまでは、もう必ず鼻から吸って鼻から吐くことを推奨します。これもなぜかというと、横隔膜ね、なかなか横隔膜を意識して動かせって言われてもできないんですよね。もう本当のインナーマッスルになるんで。そしたらここはですね、実は鼻横隔膜反射っていう呼吸の反射があるんです。実は口呼吸だと横隔膜はうまく機能してくれないんです。ただ鼻で呼吸をすると横隔膜はきれいに反応してくれるようになってきます。もともと生まれた後から、そうですね、3歳ぐらいまで、実はどんな方でも基本的には鼻横隔膜反射によって横隔膜がよく動きます。つまり腹式呼吸、本来の腹式呼吸ですね。実はこれができるようになるから胴体が安定をし、実はハイハイしたり、ずりハイをしたり、いずれ捕まり立ちをして立ち上がるっていう、この行為に行くまでも、実はこの腹圧がしっかり上がるから人間っていうのはこう歩き回れるようになるというシステムになってます。そうすると、ただ厄介なのはですね、これ3歳も超えて、まあ簡単に言うとね、もう日本足で動き回るようになってくるとですね、呼吸の仕方がだんだん変わってくるんです。実はここが大きな落とし穴。結構腹式呼吸に関してはできてるつもりの方が多いです。でも実際チェックするとできてない方が非常に多いです。なのでまずは仰向けになっていただいての胴体呼吸ですね。胴体周りを膨らますというよりも、お腹の中にある風船を、ないしエアバッグをね、ボンと膨らますイメージです。実はこれも
実はなかなかね、自分で難しいんですね。本当は一番いいのは、誰かに腰回りを手で押さえていただいて、そこに膨らんでくる、中から膨らんでくるってイメージをしながらやってもらうのが非常に効果的になります。なかなか声だけでは伝えづらいものがありますが、この続きはですね、また次回の時にもう少しポイントを踏まえてお話をさせていただきたいと思っております。まあ、なかなかね、こう非常に息苦しくなっている今中で、自粛要請もある中で、テレワークでずっと家にいたりすると、もうこれも結構息詰まります。でもそんな時に本来の腹式呼吸ですよね、押して気持ちを落ち着かせるという、ちょっとこれやっていただけるとよろしいかな。まずはやってみることですね。なかなか難しいと思いますけれども、というところで、また来月よろしくお願いいたします。どうも、身体義塾代表内田でした。クリスタルのサポートチーム、日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部、ゼロワンプロジェクトは保護犬の応援隊。クリスタルでは番組で情報を発信するコンシェルジュさんを募集しています。詳細お問い合わせはクリスタルのホームページ 81810crystal.com。 クリスタルのスペルは CRYSTAL です。皆様からのアクセスお待ちしています。ロマンチックを極めよ。ロマンチックってね、なんかこう恋愛をするとか、まあ、恋をするとか、なんかそういうことだけじゃなくて、私は想像力、想像してみる、なんか思いをこう、自分だけの思いだけじゃなくて、周りの人の思いも足していってね、あ、こんな考え、こんな感じ方、いろんな感じ方があるんだなっていう、その部分をみんながもっともっともっと優しい気持ちが生まれて、優しい感じ方ができて、今こんな時に求められていることってここなんじゃないかなってすごく思うんですよね。もともと人間には持ってる五感、感じるという行為が、いろんなことが便利になって使わなくても生きられるようになって、だって昔は今みたいな情報はいっぱいなくて、風を感じたり水の流れを見たり、そういうところでいろいろ判断していったんですよね。その時の同じ人間であっても感覚は全く違うものですよね。今はカチカチカチって調べればいいし、人が人と交流はしなくても孤独を感じないでいられるような術がいろいろありますよね。まあ身近なものとして、昔は手紙を書くだったり、はがきを書くだったり、そんなことも今は全部ものすごく簡単な方法で、まあそのもちろんいい部分もあるんだけど、でもその便利さだったりとか、たくさんの情報が入ることで、人間のもともと持っている感じることだったり感覚だったりの部分がすごく失われていってるような気がするんですね。なんかみんな本当は背中に羽が生えていてね、まあ飛ぶためじゃなくて、なんだろうな、こう自分の存在をアピールするみたいな部分かな。でもそんなことしなくても生きれるし、いらないよっていう、なんか雰囲気になっていってしまって、だけどその飛ぶためじゃなくて、ついている背中の羽がいろんなこう感覚をね、感じることができるこうアンテナのようなものなんじゃないかなと私は理解しているんだけど、そこが取れちゃったわけじゃなくて、すごく、広げることなくしまわれているようなイメージかな。でも取れてないんだから、
その感覚を取り戻すことはできると思うんです。大きな災害や多くの人が亡くなることや今回みたいなウイルスで本当にたくさんの方々の命が奪われて、日頃なはクールに生きている方でも悲しみや絶望や、まあ、その中でも明日への希望だったりいろんなことを感じますよね。もしかしたら神様がほら感じるでしょ、感じてごらん、あなたの中にあるそれも一つの能力で大事にしなさいってなんか言われてるような気がするんですよね。今はたっぷりの時間、本を読むことがあったり日頃感じないことを感じる、そんなチャンスにもなるかもしれないので、まあクリスタルはシンクロメッセージだったり虹色瓶だったり、まあいろんな形で手を変え品を変え、皆様にトントントン、ここじゃない、トントントン、これかもしれないよというような、もしかしたら気づかないぐらいのメッセージを一生懸命届けております。今日の一言、今日の誰かが言ったなんかメッセージがきっかけになってね、ちょっとでもいろんなことを感じる人たち、そんな感覚がこう皆さんの中に戻っていったらいいなって思っています。一生懸命これからも手を変え品を変えの、まあ、得意分野ですが、そんな形で伝え続けていきたいなとますますに強く心に思っております。ではでは、またお送りしたいと思います。昭和ロマンチックル、未来の大人たちへ、ロマンチックを極めよ。答えはすべて自分の中にある。生まれた日さえ自分で選んできました。あなたのタイプ、あなたのテーマ、あなたの道。一日も早く最大限の自分になって楽しまなくちゃね。シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワード、心の天気予報。月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、皆様が楽しみにしてくれているシンクロメッセージの時間です。来週の4月19日から、25日ですね、火地風水のエレメントグループ分けしてお届けしたいと思います。まずは火のグループ、情熱の星座、おひつじ座、しし座、いて座ですね。まず今週は小さめ、少なめ、控えめみたいなね、そういうメッセージですね。で来週はですね、打ち解けて寄り添って協力し合えば願いが叶いますよという、長く続いていますね。寄り添うこと、協力し合う、火のグループの人にはちょっと難しいかもしれない課題がずっと出てきますよね。ずっと出てくるということはどういうことか、まだできてないんですね。頑張れよってことです。さあ、そして早めの行動が来週はいいみたいですね。ただ、ちょっと
アクティブな行動とはちょっと意味が違いますね。寄り添うわけだから、そうですね、相手の事情に寄り添うみたいな、そういう感じかな。最も苦手な分野、うん、頑張って頑張ってください。来週、来週がね、変わっていけばクリアしたのかなということになります。さあ次は獅子のグループ、安定の星座、牡牛座、乙女座、山羊座ですね。今週がクールダウンというメッセージでした。来週はですね、ジタバタしないで注意深くよーく心の目で見なさいというメッセージから、とにかく誠実に努力する、そうすると道が見えてくる、道がつながる、そういうイメージですね。獅子のグループはどちらかというと、なんというかこうリズムでというか、もっともなことでこう答えを導き出していく感じなんですけど、それだけじゃなくて、もっと深くよく観察して、なぜこのことが起こっているんだとか、相手の気持ちになるとかね、そういうところから自分にはない答えがこう見えてくると、よりそうね、より相手もそうだけど、相手のこともそうだけど、自分のことが理解していけるんだと思います。なんかあれですね、来週はそれぞれの本当に課題に向き合うような週かもしれませんね。さあ、次は風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座。今週は、どんどん出す、差し出すみたいなメッセージでしたね。来週は、力をいっぱい蓄えよって、だから今行動するというよりも、自分の中に知識だったり、昔のいろいろやってきたことをもう一度やってこう深めていくみたいなことに使ったらいい、時間をね使ったらいい週かもしれませんね。そして、変化する、変化するというか、変化しない、逆に変化しないことを、楽しむというか、一番のキーワードは みんなのためになるようなことを考えたり提供したり関わったりかな。風のグループさんはどちらかというとそのことが苦手なわけじゃなくて、いつもいろんな方々とこう交流するんだけど、強いて言えば、まんべんなくたくさんと交流するというよりも、本当に身近な人たちと一人一人向き合って、いつもできないようなコミュニケーションを取るのがいいのかもしれないですね。
さあラストは水のグループ、感情の星座、カニ座、サソリ座、魚座、水のグループの今週は内観をする。ここもずっと同じようなメッセージが続いてますよね。内観をする、内観をする、自分を見つめるね、感じてみようみたいな。まだまだそんなメッセージが続くのかしらね。さあ来週はどうでしょうね。来週はですね、姿形の評価っていうのかな、その捉え方が終えられたら心が動くかなっていう、ちょっと深いメッセージですね。形じゃなくて思いなのかもしれないね。人って形が整って、まあまあ見栄えが良くなれば満足しますよね。でも実際はそれは着飾ってるだけなので、そこを本当に自分のものにするためには、もしかしたら泥臭い作業が必要なのかもしれませんね。とにかく全体通して来週は自分の課題に向き合う、そんな週に感じます。シンクロメッセージは、その昔々、12年前からいろんな手を、本当に手を変え品を変えね、今みたいな形になるまでにやっぱりちょっと最初は遠慮しがちに、スタートしたんですけれど、すごく楽しみにしてくれたり応援してくれる人たちが増えて、今は、ラジオからもお伝えするし、虹色瓶というね、無料なので皆さんどんどん、活用していただいて、お役に立てたら嬉しいなと思うんですけど、これがまあ面白い現象でしてね、すごくいいなって言って、毎回楽しみにしていますっていう方々が、自分が活用するところはもちろん楽しんでいただいてるから、こう喜んでくださってるんでしょうけど、そこでね、自分のところでストップしてるんですよね。できれば自分でいいなと思ったり、活用できるなと思ってくれてるのならば、本当に、一番仲良しの人でもいいし、家族の方でもいいので、虹色瓶、ぜひぜひ、伝えていただければなって。一人でも多くの方々が、このことをシングルの虹色瓶を知ってもらって活用して、ちょっと毎週のヒントにねなったらいいなと思う思いで、続けています。ではでは、思い出してくださいね、自分のキーワードテーマ。ではまた来週お楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。クリスタルからの素敵情報が誰かの心に届きますように。
毎日がロマン飛行、未来へのバトン、みんなが夢の途中。毎週金曜10時からの2時間番組クリスタルイズム。次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックスです。今日はどんな曲が流れるのでしょうか。泣いたり笑ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部人生のスパイス。クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、音楽と言葉の魔法があなたの人生のお供をします。クリスタルイズム、合言葉はお互い様にありがとう。誰かのために変化を、あなたの本気を応援します。クリスタル、また来週。Aperçois